レース AQ ガールズ決勝のメンバーが登場しています。このレース締め切り直前でも1番の児玉選手から人気になっていました。1番5番3番1番3番5番尾崎選手梶田選手この3人で人気となっています。では第6レースここからは実況でお伝えします。いよいよ最終日あと2レースとなりましたダブルファイナル。まずはガールズのファイナルです。玉野では通算11回目となりましたガールズ競輪シーズン第11代の玉野女王決定戦であります。今シーズンやはり競争得点上位3強児玉葵尾崎睦美梶田舞しっかりと決勝に勝ち上がってまいりました。児玉選手が人気の中心対抗格が梶田舞その次3番手評価尾崎睦美のオッズとなっていた模様であります。4周回1625m 棚橋努が先頭誘導にも務めます。ではガールズファイナリストです。1番連勝で勝ち上がった福岡児玉葵2番地元ホーム初 V 目指します三宅玲奈3番神奈川尾崎睦美4番京都山本玲奈5番連勝で勝ち上がった栃木梶田舞6番千葉山本那智そして7番大阪飯塚智子以上7名の対戦です。まもなく11回目を迎えたガールズ競輪インタモのファイナルスタートを迎えます。します。玉の初登場の1番児玉5番の梶田が2連勝でのこの決勝の時を迎えております。第6レース11回目を迎えましたガールズ競輪イン玉のファイナルスタートです。まずは5番の梶田舞が前を取ります。4番の山本玲奈が追っていき7番の飯塚智子6番の山本那智少し車間が空いて後ろの3名ですが1番児玉葵2番の三宅玲奈3番尾崎睦美が7番手という形でしょうか。前4車後ろ3車少し縦長の状況であります。まずは連勝で勝ち上がりました玉の初登場5番の梶田舞です。予選1はホーム追い上げ3番手に収まっての直線強襲昨日の予選の2はバック4番手からまくり追い込みで2連勝です。4番の山本玲奈4着3着昨日は突っ張り先行を見せましたが梶田のまくりにくしています。2周目に入ります。7番の飯塚智子は4着2着昨日の予選の2に勝負がけでありましたが尾崎マークゴール寸前でかわしての2着12場所連続決勝進出継続となりました。6番の山本那智は3着4着予選の1は7番手から追い上げ尾崎の番手を奪う競争でした。そして注目1番の児玉葵連日4番手まくりで2連勝で勝ち上がっています。地元2番の三宅玲奈がこの後ろ現在周回中昨日は2コーナー7番手まくり上げ梶田の動きに乗ってゴール前積み寄っての2着そして3番の尾崎睦美連日ホーム先行で2着3着の内容であります。誰が勝負どころレースを動かしてくるんでしょうか。4コーナー回ってこれから勝負どころ赤番標識を迎えます。梶田舞が前を取り4番山本玲奈7番の飯塚6番山本那智1番の児玉2番地元の三宅玲奈3番尾崎の展開であります。三強対決と目されましたこのガールズファイナル梶田が1番前1番の児玉5番手3番の尾崎が7番手です。2番手の山本玲奈少し車間を空け始めました。いざとなればこれは山本玲奈が逃げるのか打勝です。誰が嘘を動かすか。3番の尾崎が7番手が2番手から4番の山本玲奈2センター行った2センターから先行体制です。準決勝同様山本玲奈が先行2番手すんなりと5番の梶田が収まっています。7番の飯塚修司この後ろホーム5番手から3番の尾崎がまくれこれに児玉が乗る展開です。5番手から3番の尾崎がまくっていく尾崎が5番手まくり5番の梶田余裕あるか3番手2番手尾崎が迫っていくバック5番の梶田番手まくりその外飛んできたら児玉やはり力がない三強だけ1番の児玉が抜き出した追って地元2番の三宅玲奈4コーナーが直線1番児玉先頭児玉先頭最後はゴールへ突き放せの圧勝です。1番2番あと5番海田か3番の尾崎か3着争い児玉葵が決めました。玉の初登場でありました1番車児玉葵壮絶なまくりの応酬最後は力で制圧したのは児玉葵です。リプレイをご覧いただいています。地元の三宅玲奈が追っていったんですが最後は離されました。力強くまさに児玉葵の独壇場の今シーズンありました。地元2番の三宅玲奈が2着あと3着どうでしょうか。3着争い
5番車3番車ちょっと微妙な感じがいたします。このまま決まりますと今年4回目児玉選手通算ガールズ12回目の V となる模様であります。審判の決定をお待ちください。ゴール体制はご覧の通りです。1番2番、あと3着5番3番ここは接戦になっている模様ですので決定があればではお待ちください。さあ安さん、どうご覧になりましたか。やはり児玉選手強いね。強い、尾崎選手もね、後ろから児玉選手が動かないとみたいな、さっき自分が言ってね、はい、やっぱり山本玲奈選手の先行に梶谷選手が乗るという、そういう形でしたよね。はい、では放送です。決定、1着1番児玉葵、2着2番三宅玲奈、3着5番梶田舞。